ながら同時に相手の股間を打ちます。いいですね。蹴ってきて、下からすくい上げるようにして敵を崩し、そのまま発掌します。撃たれたら痛くてみんなこうなります。これはチョンピエン山と T 蔵交渉の用法です。ここで一つの用語を説明します。豪というのはバランスを取ることです。八極拳を練習するときは6つの豪を考えなければなりません。つまり内部の豪と外部の豪、そしてこのそれぞれの豪のバランスを取ることを覚えてください。自分の気と、それから打つ瞬間は必ず息を瞬間に止めます。自分の意識と呼吸は一緒にします。それがゴールです。自分の意識と力と打つ瞬間に集中させ、その動作と全部一緒にします。こうすれば力が強く出せます。意識は大変重要なことです。つまり自分の外部の各部はバランスを取らなければならないし、内部もバランスを取らなければなりません。そして外部と内部も一緒にバランスを取らなくてはなりません。次はまたリャンインの動作から始まっています。これも用法にいくつもの種類があります。さっきのは一番古い使い方です。肩をつかまれたら腕を外側から巻きつけ、肘を立てて絞り上げます。左右から二人の敵につかまれた場合には使えます。両手で首相撲に来たら、すぐに下から両手で顔面を突き上げる。その隙に上からさっきのようにこうします。思い切って絞り込むようにひねり上げます。これは片手でやる場合です。だから僧侶も腕を絞るように脇を締めなくてはならないんです。この雷蔵の使い方もいろいろあります。例えば相手が打ってきた際にこうする技があります。打ってください。こうしてしまえば相手はもう一方の手で打ちづらくなります。また関節と経絡を攻めることで敵の自由を奪い、コントロールすることも可能です。敵の攻撃を全て殺せます。ではこの技を相手が使ってきたらどうしましょう。ここは壺があります。ここを掴んでください。相手にここを掴まれたら力も出にくいですし、こうされると蹴りもすごくやりにくくなり、
パンチも打てません。困りました。そこで今度は逆に雷動が使えるのです。踏み込んで肘を強く引きつけます。この踏み込みと引きつけの力で形を生み、寸形でボディにパンチを入れます。もし相手にこうされたら雷動を使うんです。次はソンパオです。皆さんの三種自由組手ではよくこうやって頭を押さえ首をきねられていましたが、もし今のように掴まれたらこのようにします。またこうやってクロスして手を内と外に絡め肘を決めることもできます。